第35期法政 A2 リーグ司会実況の広瀬達也です。解説は前田直也が務めます。前田プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第35期法政 A2 リーグ第3節 C 卓3回戦当杯の開始です。第35期法政 A2 リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャから客のナンチャ・サルカワ、シャーチャ・フジワラ、レーチャ・古橋の並び、トンの曲、ドラはイーマンです。さあ2回戦は客のの一人浮きでかなりこう、はい、今日の対局も少しリードを取ったような、そしてトータルポイントも順調に伸ばしているようなそんな印象ですが。そうなんですよ。ちょっとあんまり走らされてもね、はい、ちょっとねしっかりしてくださいって感じですよね。そうですね。やはり同じリーグで戦う前田プロとしては、まあ、前田プロもポイント的にはプラス 36.9 第6位と、まあ、好位置にはつけているんですが、あまりこう上に走られてしまうと、まあ、いくらねあとねまだ8節あるとはいえ、ね、はい、直接対決があんまりないので、うん、まあね別に手を抜いてるわけではないので ね、はい、あれですけどね。ただね明らかに好調は感じますね。感じますね、今季はここまで黒沢が3節連続で50ポイント以上のプラスを積み重ねて、トータルポイントで175ポイント。この間の黒沢さんもね、はい、強かった。麻雀が強かったですよね、もうね。そして2位につけている、客のがこの第3節もここまでは順調にプラスポイントを積み重ねているという状況。さあ逆にちょっと大変なのは藤原ですよね。第12位でスタートしたんですが、ここまでのマイナスですでにダンプより下に行ってしまっていると、第14位という順位になっています。ここから巻き返していきたい。さすがにもうちょっとねやばいなとは思ってると思うので、どっかでギアチェンジね、はい、してくるかもなとは思うんですけど、ただそれが今日かどうかは分からないですよね。今日はちょっと厳しそうだから、はい、今日はなるべく失点を抑えめにして、っていう感じで、どうですかね。さあ古橋手が伸びている。そして客のは得意のドラドイツですね。全局重ねてますね。ああいう一枚こっきりのドラがピタッとこうくっついてくると本当に一気にやる気が出る。ここで藤原さんちょっとブレーキになっちゃいますもんね。そうなんですよね。客の、そして猿川ちゃんだけの手配。あードラだ。ラス牌の一問引きましたね。これ嬉しい。逆に藤原はこれで相当厳しい。あ見切った。お、これがいい判断になる。珍しいですね。いやこれはもうひょっとしたら先ほど前田プロがおっしゃってた通り、この節からもう戦い方変えてきてる可能性ありますね。まあ、あえてドラを切って相手に警戒させて、はい、ね、っていう感じにしてきましたかね。場合によってはこれで相手のミスを誘発できる可能性も、まあ、狙っては難しいかもしれませんが、なきにしもあらずと。そうですね、まあ、藤原さんがドラ切ってきたんだからもうテンパン入ってる可能性もあるなと、そしてまた想図が非常に高い捨て配送になってますからね。しかし猿川はションパイのトン切っていく。これでメンホンチートイツイーシャンテンだ。トン切っちゃうの。今切れたトンですね。合わせる形だからこそなんかね、ちょっと取っといても良さそうな感じしますけどね。ポンの声がかかんなかったわけですもんね。そうですね。うわ、僕だったらパースを切りますけどね。ほらこれ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 だよね。これだよ。痛いにも程があるでしょこれは。ということは前田プロは白短期。あ、そうですね、はい、ペイがね、あれ何もったっけ、トンとパーソーと、あ、そっか、パーソー切ってるからハクかシャーか、シャータンキです。一枚切れの方、はい、メンツテか、可能性は残すか。シャーが一枚切れ、ハクはションパイ。これ考えちゃうとね微妙ですよね。考えてチーソーとかパーソーを切るんだったらね、はい、町で考えたのかなって思うかもしれないですけど、ここからシャア白とかだと、はい、あ、まだイーシャンテンってバレちゃいますからね。今なら切りやすいですよね。なるほど、うん、いや客の思ったたり、思ったより手が伸びない、ということでここで発をすると行きましたね。で今仕掛けませんでしたね。
そうですね。ということはもう地位統一と。あ、ごめんなさい、地位統一。はい。イーシャンテン、ハクワションパイ、ゴガスマン、ウソ、ただ発がない。これリアンウソ2度、うんと、もう、うん、陳逸にしましたね。はあ、シャア、うん、まあこのシャアが出てたかどうか分かんないですけどね。まあ白が打たれてますからね、古橋も確実に白の方が先にはなると思いますが、うん、これで猿川チーテンはペン三層、まあ藤原としては逆にだけ、ただシャアが見えてるだけに、うわやったっていう可能性は思ってる可能性ありますよね。いや今わずかにチーテン取ろうという間だったか、白はションパイ打てずに手を伸ばします。だったら初ポンしちゃった方が、ね、相手のプレッシャーにもなるし、はい、うん、そっちの方が良かったと僕は思うんですけどね。いやー、テンコシャンコか、そこでまだ分かんないですよ。陳逸ありますよね。ありますあります。ないか、なさそう。ないないね。三層数層順からですもんね。そうだよね。お、チーテン、チーテンですね。パシッと、想像つかんだらどうするか。いや、これは打てないか。いや、これいけない、これいけない、いけない、これはいけない。初統一落としさすがに見えてますし、うん、うーん、ということでここはさすがに想像打てない。お、藤原これは上がりには至らずとも一人転敗はゲット。ただね、うん、まあどうなったか分かんないですけど、シャアも自分の妻山にありましたからね。はい、うん、3000、6000引けてた可能性はありますよね。まあシャア短期を選ぶかどうかは分からないですけど、さあここは藤原の一人転敗で流局となります。トンの2局親は変わって猿川、ドラは9万、おお、ドラドラ、お、いいですね。いい、パーピンから、パーピンから切るんだ。シャワーからじゃないんですね。うん、裏足はソーズで一面ツー、客のわいい、いいシャンテン、これ客のポンテン取りますよ。僕もそう思います。はい、取らないでほしいな。ん、もう取りますよとか言って取らないとすげえ盛り上がるんですよね世の中は。いや、これ取りますよ、取りますよね、取ります。逆のこれポンテン取る選手なんですよ。うん、チーソー出るか。おお、うお、ちょっと待って、そうか、チャンタかチータ、チャンタだ、ピンズバキョすごくいいから、いいですよね。だからチートイツなのかと思ったら、チートイツでもないとか、チャンタか、へー、重ねるにしてもピンズの方が良さそうな状況ですもんね。仕掛けていくこともできるしってことでしょうね。これどうぞ、いきなり仕掛けますかね。 E ピン9万車、 E ピンもう1枚切れてるんですよね。あ、そうですね。どうするのかな。いや、仕掛けられないでしょこの配置から。ちょっといくらドラドラとはいえ、うん、どうするか。僕はね、僕はね、ちょっと仕掛けると思います。うん、サナちゃん仕掛けそうですよね。はい、このチーソー切ってくれないもんだから結構長引いちゃう、ね、長引いちゃってる。切ってくれないもんだから。しかしいろんな構想がありますね。ねえ、チートイツか。わあ、これポンテンだ。取りますね。はい、うん、当たります。サブローソーテンパイ、ちょっと一色っぽくも見えるか。そうなんですよね。うん、ただねえ、まだ
大丈夫かなと思って切られる可能性はありますけどね。うん。ローピンか。うお、何食い取った。本当だ。これでメンツでもいいシャンテン。うん、そうですね。藤原はちょっともう戦える手ではないか。うん、サブロー、そうかなり残ってますね。これは山子、山子、はい。そうやって考えるとね、三蔵重なる可能性があるということは、猿川君にもちょっとチャンスはありますね。ありありです、ありです、ありです。ということは両層が重なってもいいと言おうとしたら、両層、これ三層2枚ありますからね。ただ魅力的な街が来てしまうとピンチ。確かに、はい、確かにそうだ。三層どうですか、現状魅力的な街に見えますか。全く見えないですね。全く見えないとなると自身、いやー、しかしその前に老僧だ、逆の白400700は500800のつも上がりです。さあ、トンド3局です。親番変わって藤原、1、2回戦は厳しい立ち上がりとなっている。ドラバレアンピン、藤原さんもね、十段戦残ってますもんね。そうですね。さあどうだ、マンズで一メンツ、まあ悪くないですよね、うん、差し込みも見ますからね。パーソーから切りましたね、フラッシュ君はね。そうですね。うん、対してサルカラ君はトンから、うん、お、さじ風のペイが重なる。これトンからってのはどういう狙いがあるんですかね。まあ藤原さんだからっていう、ね、調子も悪いしと。そうですね、うん、うん、僕この間十打戦結構珍しく残ってたんですよ。知ってます、はい、会場で見かけましたもん、はい、それ前田さんに、よし君って麻雀打つんだって言われて今日立ち合いの柴田さんには会場でやったら、あれ今日実況って言われていやまだ八段七段戦は実況ないですよって言ってそう、僕も七段戦を見かけて、しかも席座ってるから、はい、あれと思ってよしく何してんだろうなと思って、あ、これ実況なんだなと思って、でもカメラないけど実況だろうなと思ったら、でもね、試合が始まった途端、はい、全く声が聞こえなかったあれ、よしくの声何も聞こえないなと思って。そうなんですよね、はい、これであれ、自分の中では対局しながらあれでしょ、はい、実況してるわけでしょ。いやー、よし、これは痛恨の方ねって言ってうわー、レジェンド日吉でもこれは出てしまうのかみたいな感じでしょそうです、盛り上がってたんですけどね自分応援実況してたんですけど伝わらずに伝わらずに、はい、八段戦じゃないです、七段戦で負けました。ボソッと出てんじゃないのそれ、言葉としてさ聞こえちゃってそうそう、もっと日吉リアウピン待ちだなんつってビタ止めされてんじゃない、ビタ止め心の声漏れてるよつってもだいぶ育ってきました、しましたね。うん、さあ、くだらない話をしてる間に猿川がまずはチーテンのカンパーマンですね。ですね、こちらの形、はい、1、2、3でマンズ打ち、いやーパーマン良さそう、はい、そして藤原がパーソーポンですが、パーマンがあっさり。このパーソーポンも藤原にしては珍しい仕掛けだったんですけどね。そうですね、ここは意地を見せたかった藤原、しかし猿川のかわし手が決まる。いやー、藤原を親をやらせてもらえず、一気通貫1000点の上がりとなります。
さなん、失礼、トンの4曲と変わります。親は変わって古橋、ドラはスソ。ちょっとピンズで一メンツ、シャーが統一、ちょっとネックのありそうなハイパイではありますが、ただね、ローピンが振り返ればね、ちゃんとも見えるので、確かにこちら客のいい初統一。お、ドラドラ、サルカーも今日ドラ来ますね。よくもう藤原だけ来ないような、うん、サルカーも、ね、古橋も客のもドラがよく来るんですが、藤原には来ない。あー、イーシャンテン、サシゴ含み、ドラドラでもいいし、サシゴでもいいと、何でもござれのイーシャンテン。先にドラ切っちゃうとかね、うん、戦術的にはなくはない。なんか先にドラ切っちゃうと、うん、リャンソーの方が出ちゃいそうな気がするんですよね。あー、なるほどね、はい。ただその数層のまたぎで打った時の痛さって言ったら多分ないですよね。数層さ、ドラの数層さ、確かにそうだな。そっか、リャンソー待ちになっちゃうんだもんね。それだったら先切りないわ、はい。リャンソーが高めだったらね、戦術的にはありだなと思います、うん、はい、うん、盲点にはなりますよね。もちろんね、ドラ引きとかね、うん、リャンピン引きとかもものす、あ、リャンピンじゃない、しかしもうこの速さ、本当だ、初ポン換算ピンチ、あっという間の6球ピンが、しかしこの9ピンを吸収して、ドラドラの両面リーチはサルカワ、これはなんか感触がかなりいいですね。かなり良さそう、うん、これ客の子も多分全部いくと思うんですよ。これは客のピンチですよ、うん、これはサルカワ当たり、はい、吸収して、ドラも安定して使える先制リーチ、ほら、いった、うん、いや、これはもう両者の争いにはなるのは間違いないが、なんとなくサルカーに分がありそう。3番が1番流れる。さあ、好調者2人の対決ですもんね。そうですね、これは勢いは確かに客のの方がここまではありそうなんですが、うん、この一曲を見ると何やらローピンが1枚吸収、ローキューピンあと1枚ずつかな、6球ピン残り2枚、対してサブローマンは 1,2,3,4 枚、4枚、2対4は4なんですよ。2対4は4なんですね。2対4は4です、2対4、はい、ん、ちょっと前進した。これはこのまま打つ牌がないまかですね、はい。パーピンが筋ぐらいしかねえ。まあ1万か1万ぐらい切って、そうですね、2回しのげるので、おー、1万、うん、他切る牌ないですもんね。うん、これ馬切るかパーマ切るか、馬の方がいいか、うん、そうですね。客のもこれ安全牌ができたらどうかですよね。でも自分で嘘を通してるんで、リャンゾーは切れるんですよ。そっかそっかそっか、どっかでやめるはありますよ。リャンゾーはかなり切りやすいパイではありますよね、うん、そっか、嘘を通したんですね。そうですそうです。場合によっては当たり牌になっていた嘘ですもんね、はい、これも3枚いった。やはりここは猿川に軍配だ。リーチドラドラ6400、ここはかわしてに出た客のでしたが、軍配は猿川、うん、まあでも客の君としてはね、別に勝負と思っていった牌ですからね、うん、はい、まあこれも織り込み済みでしょうからね。まあ普段通りのことを普段通りやったのみと。そうですそうです、うん、さあ、そして何の一局となります。親は変わって、その客の24400点持ちはこの半ちゃんの4着目。初めて客のがポイント的には劣勢に立たされたか。ドラは9万、何が統一、まあツモ次第、ただ客のは行いがいいからツモがいい。第一はパーマン、第一はパーマンなんですね。ドラ9万ですよ、はい、そうです ね、はい、ね、それ以外ちょっと選びにくかった
ったっていうことですかね。自敗はすべて役敗、あと数敗はすべて連結はされてますね。なるほど。役敗の自敗を選ぶよりも、ただでも第一弾にパーマン切られて、はい、その後何本されたら、はい、あ、鬼より怖いですよ。怖い、うん、ドラドラじゃんと、はい、藤原さんの国士ですかね。さあ古橋はペンチーピンを引き入れる。ローピンちょっと統一手っぽい感じですかね。チート統一狙いですかね。まあこれだったらドラキ、ね、持ってきてもチート統一で使えるからってことでしょうね、はい、へえ。親番ですけどね、うん、今良さそう。ここはカウンピのターツを払っていく。サルカーがイシャンテン、藤原どうやら国士狙い。フラッシュは7、8、9だけを見たか。嘘はつもぎっていきました。ここは自敗温存。ドラ、まあ、こうなった時はチートイツと。そうですね。おお、関連前引いた。両平行にもなる。おお、これ一旦ローピン強化考えてますね。ピン図が良くないっていう感じですかね。まあドラ9万なので、はい、うーん、両平行とドラ引きに備えるローピン打ち。藤原さんがねピン図1枚も切ってないんでね、ちょっとピン図の待ちも自信ないかなといったところだったか。そうですね、ちょっとまだね国士なのか本質なのか。これ3色もあるけどさすがにね、うん、さあサルカーがすでに天牌はカンウーピン、逆のどうやらチートイツ1本。さあイシャンテンだ。これドラの9万は藤原に2枚、うん、そして古橋に1枚ということは9万短期になってしまうと上がりはない。さあサルカウッパーピン変化だ。いやこれは乗ってしまったか。いやそんなことないですか。切らないですよ。ほうほうほう、先にEピンとかになると思います。今はスーピンが通ったからスーピンという感じですかね。そうです。おお、テンパイリーチと、リーチだ。これは山にはないが相手が降りてくれればと思った矢先。サルカーのツモ上がりはウーピン、ツモピンフイーペーコー700-1300の上がりとなります。客の方が すぐに失点を取り返せませんでしたね。そうですね、はい、ここまではすぐに取り返していた客のですが、ここは親番1曲で流れる。さあ何の2曲、親は変わって猿川ドラレアンソー、春と一万ず一メンツ。ちょんちょんはどうだ。いい、一個はいい、上手、はい。第一はいいピン、ちょっと本一も見えますね。見えます。ヤラさんは上の3色ですかね、はい、ん、3個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 。3個3個テンパね。
とんぎりありますね、うん、場に一枚切れのとんでしたが、ここはそのまま、まあ3個ありますからね、うん、難しいとこではありますけど、これ例えばそのままウッパーピンとか入ったらリーチになるんですかね。ドラガレアンソーウッパーピン入ったらトン切りますよ、うんうんうん、その時は外すと、はい、さあ客のこれで両面ターツができてチーピン切り、うわーペンチーそう9万2枚切れ、意外と6万切ったりするのかな。ここはペンさんも払った、さすがにね。左官ローソーを引き入れた藤原がイーシャンテン、ペンチーピンサブローマン、いやーこれは取っときたいですね、ドラ受けですからね。これで三足切っちゃうのか。リャンウソーは固定と、うん、トンかウッパーピンが1枚ずつ切れてる、チーピン1枚切れ、ここはトン、うん、イーペイコーが手の中で完成した客のイーシャンテン、取っときたいですね、取っときたいですね、うん、いやここもまた一つ一個、しかし数ピンはつもぎり、うん、ウーピンが場に2枚切れさあサルカーの手がこの形から長引いている、少し形が良くなるイーマン切り、チューンはションパイ、ハクもションパイ、うおーどちらも選ばず、さあこれで嬉しい変化、うん、これでチーピンからですか、6から、後々チーピンの方が打ちやすいっていうことでしょうか。そうですね、うわ長引く、こういう古橋の持ってる手みたいのって、はい、まあ、今ピンフも確定したようなイシャンテになりましたが、うん、ウッパーピントリアンウソ、まあ、一応あとはポンで、あーリーチ言うとアレアンウソポン点が入るわけじゃないですか、はいはいはい、ああいうのってスルー、まあ、そもちろん馬強にもよりますが、スルーはありますよね、うん、もうチーピンローピン切られたら、はい、僕はね、うん、ドラ受けなのでねちょっとね、はい、難しいとこですけど、バー取れたこれ、おー客のの上がり、イーペイコー1300の上がり、いやなんかこう突き抜けを許しませんね、みんなが、うん、そうですね、はい、ただ上がるのは好調者、あの両者、そうですよね、藤原さんだってトンの一曲のね、はい、一人転敗だけのまだね3万点そうですね維持してますけど、うん、それ以来全くですからね、はい、ドラバチューン、いや何の3曲も、確かに藤原はトンの一曲で取った一人転敗の3000点だけでここまでしのいでると、またしても上の3色が見えそうな嘘から、客のはシャーチャでシャーが統一ですが残った形は厳しい、ウーピンからサルカワソーズで一メンツ、藤原一二三見えます ね、 いいね、はっきりと見える、うわカンウーマンイーシャンテン、両面三つ残りの一二三、あこれで両ピン一ピン外したいですね、七八九と、うん、ここはイーシャンテン戻し、あ両シャンテン戻しですね、ごめんなさい両シャンテン戻し、1が欲しい、これで再びイーシャンテン、いや
チーピンだ。位置が来ない。全く入んないですね。はい。対してこう3者はある程度は進んでますもんね、うん、まあ、この客のはかなり厳しい手ではありますが、これもういいピンなくなっちゃいましたもんね。ああ本当だ、藤原さんわかんないですけどね。これが4枚見えたら悲しいんですよね。さあこれでピンフのイーシャンテンにも取れるが、チューンを打つのはちょっとやりすぎですか。やりすぎですね、うん、はい、ここは数万を切っていいシャンテン、うん、いやー見えてしまった。藤原の希望のいいピンがあとは2差しに変わってくれればいいが、自敗しか来ない。本当ですね。せめてね、ドラ重なればね、お嬉しい。これはドラ重なりも OK ですね、これは嬉しいシャンテン。いやー猿川もいいシャンテンだ。藤原はなぜこの両面が一箇所も引けない。ターチャは順調ですね。本当ですね、はい、いやーもういい、本当に持ってこないですね。これは伝わりますね、藤原のストレスがここまで。これありますよね、こういう手で何にも入らずにずっと切るとき。ネクタイすら噛むチャンスないですもんね、はい、今日は本当に。いやなんという辛い展開。ただまだ誰も転敗してないのが藤原にとってはわずかな望みが、しかしどっから積もりってるんだ。3万からかな。いやー天敗、これは役なし。どっちもありますね。お役割取った。チューンを切ってのサブロック9万、これも形の強さで勝負っていうことですかね。そうですね、まあ、仮にチューン泣かれてもサブロック9万だったら戦えるってことですよね、はい、チューン合わせます。ただまあ3色手軽ありますからね。ありますね、変化も十分にある。急走入るよりもローピン入った方が嬉しいですね、なんとなくね。サブロック9万の678、うん、いやさあサルカテビロイーシャンテン、これは古橋の当たり牌、白がションパイ、イーピンが4枚見え、もうさすがに2ピン3ピンでしょうね、うん、もう受けてると。まあ自分で連続切ってますからね。そうです、うん、天敗サブロック9ピンにリースするのか、うん、ほう、あパーピン振り点か。そうなんですよ。あ、まあドラも全部見えたので、高打点、まあ役絡みでなければそこまででもないだろうと、うん、そうです。でサブロック9ピンも強いと、うん、3ピンか、3ピンだ。これはサルカーの上がり、リーチ1300の上がりとなります。さあトップ目のままサルカーがオーラス、親は古橋です。2万6500点持ちの3着目、ここは原点まで復活しておきたい。そうですね、はい、藤原さんもねなんとかこの800点守りたいですね。うん、すごいですね本当に、トンの一曲の3000点そう、それだけこんなに持ってこれるもんなんですね。ドラはローピン、ドラメンツできてるぞ、うん、悪くないですねこれね、はい、トンが統一。ここは一回2900でも刻んでいきたいとこですかね。例えばトンが出たらすぐポンっていうことになりますか。どうかな、3色も見えなくないですからね。うん、古橋君は多分泣かないと思うんですよね。なるほど、うん、
さあ藤原フタメンツおそらくできてる左手問題、ね、9万から審判長ですよね。審判長です一番みんなを注意する人さあ尺のどうですか。これ一色も見えそうであり、ああここは一色は見切ってと、うん、一通か三色かってことでしょうね。うん、もうどちらも打点は見えますからね。はい、ドラのローピンもあります。猿川南が統一、こちらは藤原、さあそして古橋南はまだ打たず、もうこれ難しいですね。これ難しい。パーマン、パーマン、野球でも3色なくなるよ。野球か、うん、打点欲しいんですもんね。打点欲しい、うん、球速か。パーマン、これでパーマン全開一致ですか。何が出た。これは猿川仕掛けた。もうフラスコの目はドラ、ね、ドラ引きましたからね。そうですよ、いい形です。これで猿川がイーシャンテンはカンリャンピンイースーソー、うん、この三者の夢を破るのか、それとも古橋この手を実らせるか。客のも、うーん、スーピンか、スーピン、うーん、ドラの重なりもありますね。そうですね、客の子もね リーチしてくる基礎の感じしますよね。ほうほうほう、うん、5200を拾いに来るっていうよりもリーチをしてくるのではないかと思って、うん、ドラ重なりどうですか。あ、これ取らず、取らず、ドラーつもぎられる藤原イーシャンテン、なんとか迫りたい古橋、そして客の猿川、すでにイーシャンテンこの形手広くなるが、これ嬉しいね。リャンピン2枚切れだったから、うんうん、今のローピン切りどうなのかなと思ったんだけど、これ藤原差し子含みで、はい、うまくすればトップまである。トップか、トップ考えてないと思いますよ。なるほど、はい、800点を考えてますね、はい、はい、そうですね、このいいピン重なりはちょっと嬉しいですね。嬉しい、うん、左手切っちゃいますあれも、うん、次やったらスーソー、客のもこの形長引く、いやー来たい、スーソー、いやー今ねスーソー泣かなかったですからね。はい、確かに、うん、ちょっと盲点ですね。いやこれはね藤原、これ差し事しごろの含みの両天秤かけてチュン切るか、チュンションパイ、このイスソー強いな。どっちもあれね、しごろも三色もどっちもあるから思い切って、ね、ただロン言われたら限定割れと。なるほど、9ピンですよ。やっぱりね浮きだけを考えてるんですよね。積もられる分には限定割れないだろうと考えてるってことですね、ドラ打ってるだけに。そう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 、うわっ、これ意外と待ち取り難しい。ドラ短期、うわドラ短期サルカーが、これだったらリーチしなくても、うん、あれか、目立ってるサルカーの現物、ただドラですからね。でもドラだ、でも、うおっとっとっと、藤原これでも渡してもいいシャンテン。ただもう一度止めたチュンは切らないか、それともしごろになったら切るのか、これドラ短期はもうないですよね。まあ確かに6万きついか、6万切りたくない、でも6万切ってカンチーピンあると思うんだけどな。であれば数万ウーマン引いた時は今度ドラ切りリーチってのもありますか。ああ、あるね。さあそしてこのドラ短期が山にないんですよ。ないない、ポンいった、どっちを切るか、チーマンから、おーチーマン、そのために今入れ替えたからねうわーどうなる。藤原が抑えたチームは誰も持ってないんですね、よく見たらもう完全に見ましたね。もうこれで猿川が上がっ積もって上がってくれればいいと。そうですそうです、自分の宝珠がなければ原点は確保できると、そう踏んだ藤原は檻に回った。6万くー、これ関するともう変化が少なくなる。そっか、まあ3万、3万9万切られて、ね、通ってるので6万切るあるな。噛んだ、下か、
これで客のの上がりは相当厳しくなった。いやないですね、どう考えてもないですもんね。はい、うん、出る、はいじゃないですもんね。あともう街を変えづらいですよね、6万換算しちゃうと。そうですね、圧倒的に街替えをする牌がない。あれイスソ、イスソどうしたのかな。いる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 すごいあるはずですよね。さあもうこの決断をした藤原は宝珠だけはできないぞ。うわ天杯サブローソ、本当だ、うわ5%ですよ、でかい。ローソだ、古橋だ、後方から追いついた古橋の上がり、トンドラトラ5800。もうサルカーの上がり1本だと思いきや、確かに、いやーイスソ深かったな。深かったですね、あのチーテン取らずがいい判断だと思いましたが、藤原さん、まあもう一局かよって感じですね。そうですね、そうですね、本当に今の一局を捨てただけに、もう一局やるのかと。いいいいぞこれは、急走から。そうですね、どれも一枚ありますからね、はい、客のはこの展望に追い込まれてしまった以上、あとはもうしっかり終わらせることが優先事項ですか。そうですね、お、藤原 E が右がわからないだけに本当に本当に治らねえな本当についに口が悪くなってきました毎回にも程があるからね、さすがにあれ言われてるはずですよね。いやどうなんだろうな、うん、僕らは言われますよ、はい、うん、言われてないでしょこれ言われた、言われた、言われたってことですね、はい、うん、サルカはチュンが統一、うん、やはりここも仕掛けを使った後もトン、イーソー、まあ、共に1枚ずつ切られてはいますが、手配的には安定しそうな仕掛けにも見える。そうですね、藤原がもう十分系ですよ、これトップまで見えますよ、トップまで見えるイーシャンテン、どうだ、きた、トップ狙える、うーわーうーわー、残球は4-2、直ならトップ、でもね積もっても変わんないですよ、1326ですもんね。あれあれあれ危ないじゃない。あでもさすがに何切んのか、ドラリアンメンターツですもんね、これでチューン本店、はい、リーチしないの。ここでリーチ出しちゃうと原点割れるってことですかね。まあでもね、向かってこられても勝負手だから。あーあー、行った、ここで向かったサルカ、あこれ直撃だ、本当だ、藤原の闇天、なんとサルカーからの直撃は逆転トップ、3900は4200、藤原トーン一局の一人脳天とこの上がりだけでトップですね。さあ、3回戦が終了です。3回戦トップから藤原、続いてサルカワ、古橋、客野の並びで終了しました。はい、続いて4回戦です。